攻撃がいろんなとこから飛んでくるだろうから、一人しか残ってないからね。そこが相当難しくなりそうではあるが、さあどうなるか。しんどそうである。18分経過だから、これただの2ライン消しで相手に12ライン分の最高火力の攻撃を送ることができる状態になってますね。マージンタイム最大行くただの2ライン消ししかしてないのが分からず12ライン分送れるというこのゲームは。あなたはこの流れてる BGM 歌ってます。さて、ここで1回展開を取り直してきたと思いきや、青の評判取ったのか、おっと、まさかのこれは刺さったのか。赤のバッジ、加算、一番バッジ持ってる人が刺さって、灰人くんが 100% になっている。これは形勢逆転したんじゃないですか。青が一気に有利になりました。これそうなるとちょっとまだかな。もしかしたら事故った可能性もあるが、不意に火力が来て刺さった。